これは仮想現実環境用のコントローラーである HTC VIV コントローラーです。毎週新しいビデオを公開しているので、その仕組みを説明する前にチャンネル登録してください。これは仮想現実との対話を可能にするために特別に開発されたコントローラーであり、ユーザーが仮想世界と対話できるようになります。 このコントローラーは位置、回転、動きを仮想現実機器と通信し、ユーザーがいる仮想環境でこの相互作用と動きを再現します。このコントローラーを使用すると、仮想現実で全ての体の動きを直接再現できます。このコントローラーでは、動きに加えて、 ロータリーセレクターとトリガーによる触覚的なインタラクションも可能です。これにより、仮想環境で表示される様々な種類のインタラクションを選択、押したり、アクティブ化したりすることができます。また、このコントローラーにはワイヤーがないため、より自由度が高く、三次元空間を移動することができます。触覚フィードバックにより、 デジタル要素との仮想インタラクションの結果を物理的に感じることができるため、仮想現実体験はより没入的かつ現実的なものになります。コントローラーを一つだけ使用することも、両手に一つずつ、二つのコントローラーを使用することもできます。これは実行したいインタラクションの種類、 またはインタラクションしたいゲームや仮想現実アプリケーションの種類によって異なります。技術的特徴について、HTC VIV コントローラーには24個のセンサーがあり、あらゆる動きや回転を検出します。インタラクションでは、ロータリーセレクターを使用してオプションを変更したり、ボタンを押して機能をアクティブにしたりできます。 ワイヤーがないのでワイヤーの長さに依存せずどこでも歩けます。充電式バッテリーを搭載しており、マイクロ USB 経由で充電できるので、電池交換の心配がありません。そして重さはわずか 203g です。これは、様々なシステムと互換性のある最高の仮想現実コントローラーの一つです。 いくつかの仮想現実プロジェクトと仮想環境での対話方法を紹介します。仮想現実メガネを使用して、建物を建てたり、ゲームのタスクを完了したり、文化空間を探索したり、新しい都市を発見したりする方法をすべて説明します。まだ仮想現実を試したことがない場合は、ぜひ試してみることをお勧すすめします。なぜなら、 仮想現実は人間の感覚を騙すことができるテクノロジーであり、コンピューターシステムが視覚、音声、触覚効果を生成し、シミュレートされた環境に完全に没入することができるからです。そして、自宅で全く異なる仮想環境を見て探索することができます。今、毎週新しい動画を公開するのでチャンネル登録してください。